Hey guys, what's up and welcome back to the channel. 実はメデューサ店長がここに行くように言ったんです。今回のいえそうじゃないです。店長が闇市街区の入り口は外から探しにくいだろうということ、このまま帰ったら私はきっと店長に。本当ですか？ありがとうございます。安心して、マルコがいる限りキューピッド姉さんに怪我はさせないんだから。ナイスチョイスだにゃ。めでたしめでたし。皆さん本当にありがとうございます。はい、案内は私に任せてください。準備ができたら冒険をタップして新たな旅へ向かいましょう。見てください、闇市街区の入り口まで来ました。傭兵団の皆さん、私についてきてください。ちょんちょん、すすめ勇敢な傭兵団、伝説の闇市街区まで。待て、なんだかこの辺は少し嫌なか。この辺りは闇市街区の外側です。悪意のある人、そこを動くな。何者だお前ら、こそこそと何をしているんだ。あれ、私たちのこと。とぼけるな。お前ら以外に誰がいる。ここは誰でも勝手に出入りできるところじゃないんだ。まあまあ固いこと言わずに。ほら今一番に。バカにすんじゃねえ。誰がこんなものに釣られるか。だが、このお嬢ちゃんが俺と酒を飲んでくれれば。そんな。やあやあ見回りさん、こんな可愛い女の子に失礼なことを言うなんてあまり紳士的な行為とは言えませんね。誰だ。お前には関係ねえだろ。邪魔をすんじゃねえ。おお、なんと哀れな返事よ。そんなあなたに特別に一曲を。何を言ってやがる。知りてえのか。やれやれ、頭の中は暴力のことでいっぱいのようですね。では少しだけあなたに。私も皆さんと一緒に戦わせてください。あ、そこの可愛らしいお嬢さんも戦うんですか。いいですね。ですが、乱暴な戦いは女の子にふさわしくありません。その綺麗な顔が傷ついてしまったら、よろしければ私の後ろの支援ポジションであなたの可愛さと愛情で。わかりました。
ここで一曲お送りしましょう。力を見せてあげる。せいやー！じゃんじゃじゃーん！キューピッドさんの支援スキルは味方一人何が起こるか楽しみ。話になりませんね。綺麗な袖口が汚れてしまいましたよ。あの、よろしければ私に綺麗に洗濯させてもらえますか？とんでもございません。少女と芸術の守護者として可愛く可憐な。あの、お名前を教えていただく。私はアポロと申します。旅をする演奏者ですよ。可愛いお嬢さん。もちろん、商人のお嬢さん。あなたの可愛さはこの世界になくてはならない。うわー、そんなこと言われたの初めて。まる、おっと、失礼しました。君はこのチーム。闇市街区に。ハハ、それは奇遇ですね。私も創作のひらめきを求めにそこへ向かうつもりだったんですよ。目的地が同じですし、私もご一緒しましょうか。本当なの？隊長。賢明な判断ですね。ではお互いの友情を記念して私の新曲を演奏させていただきます。そう言わないでくださいよ。では私の。友情の証を受け取った今、君たち感謝しますよ。このアポロ、決してあなたを失望させはしません。はい、闇市街区はもうすぐです。皆さん、私についてきてください。 Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.